すくみず、確かに。にじこ、すくみずがいいよね。やっぱすくみず戻すか。うん、ピンクのすくみずでも全然いいよね、私ね。なりちゃんは似合うからな。ピンクのすくみず。きついか、男が。やっぱブルー。優秀やな、すくみずで。鳥取は誰がおんだろうな。全然わからんけど。誰やったっけ、鳥取の辺でしょ。すごいよ、鳥取。誰がおるん、鳥取。米田。鬼太郎。米田、能見、森。あ、いいじゃん、いいじゃん。米田はなんだ、キャッチャー誰、何の人。あ、鬼。あ、これ来たら。ちょっと待って。鬼太郎。いやいや、鬼太郎やん、どっから飲みでも。あー、鬼太郎。ごめん、知らんかった。そうなんや、鬼太郎なんや、鳥取は。鬼太郎やん。野球に鬼太郎がおるんかと思ってたわ。なんか私その甲子園の母って書いたのがさ、なんかそのあれってなんて言うんやっけ、二つなみたいなんで、やっぱ調べたのよ、二つなって何なんだと思って。それでなんかやっぱ音楽の秩序がねあるわけよ、なんちゃらのなんか、まあ、あれ自分で書くねんけど、そうなんかそのなんたらのあやるじゃん、なんか偉人って、それで書いたんやけど、あ、ベートーベン、そう音楽の秩序がね、そういうバッハとかおあって、あ、まあこんな感じなんだと思って書いたんですけどね。そう、なんか科学のなんかそういう感じ、銀座の母。あ、銀座の母、新宿の母もそっち系なんだ、そっち系だな。そう、なんかそういう、そう、なんかそんな、そう書いてあったから、まあそんな感じかと思ってやったんですけどね。